ドイトールは、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、復興副大臣、国土交通副大臣、国土交通大臣政務官、衆議院国土交通委員長、自民党財務金融部会長等を歴任。1958年、宮城県黒川郡富谷町生まれ、東北工業大学電子工業高等学校を経て、1981年に、 東北学院大学法学部を卒業した。1993年に宮城県議会議員に初当選し、その後は1995年と1999年にも再選され、合計3期にわたって同議会議員を務めた。2003年、第43回衆議院議員総選挙に自民党公認として宮城一区から立候補したが落選した。2005年の 第44回衆議院議員総選挙で再び立候補し初当選、衆議院議員に就任した。この際、いわゆる小泉チルドレンの一人とされた。2009年の第45回衆議院議員総選挙に再選を目指し、立候補、公明党の推薦も受けたが、小利和子に敗れ、重複立候補していた比例東北ブロックでの復活もならず、落選した。 2012年の第46回衆議院議員総選挙では前回敗れた軍を破り国政に復帰した。2013年9月第2次安倍内閣で国土交通大臣政務官に就任。2014年9月国土交通大臣政務官を退任し自民党国対副委員長に就任。12月の第47回衆議院議員総選挙で参戦。 2015年10月、第3次安倍第1次改造内閣で、国土交通副大臣に就任。2016年8月、自民党財務金融部会長に就任。2017年8月、第3次安倍第3次改造内閣で、復興副大臣に就任。10月の第48回衆議院議員総選挙では、立憲民主党の岡本明子、希望の党の新人。 日本維新の会の新人ら5名の候補者を下し、4選。2019年10月、衆議院国土交通委員長に就任。第45回総選挙での街頭演説2001年1月23日、県連幹事長時代に、主婦が党の事務所に、これなら私が総理大臣をやった方がマシよ。と抗議電話をかけるコマーシャルを企画した。 このコマーシャルは権限への意見募集を目的とするものだったが、第二次森内閣が不人気だったことから森吉郎首相批判につながるとして自民党幹事長の小川誠が法映中止を求める事態に発展した。土井は自民党は内部から立ち直るというメッセージを込めただけで首相批判の意図はないと反論したが、2月10日に開始された法映では、 総理大臣の部分が自主規制音になった。2007年6月、歴史事実委員会名義のアメリカ合衆国会に121号決議全面撤回を求める全面広告ザ・ハクツの賛同者として名を連ねた。2014年2月17日、ミャンマーを訪問し、ミャミャン、金社会福祉救済復興大臣、ニャントゥナウン運輸大臣と会談。 防災共同対話の枠組みに関する覚書をまとめ、河川管理や防災計画などの協力について協議した。3月4日から6日にかけて、ベトナムを訪問。ヌグイエンバンカオトゥアティエンフェーショー人民、委員会委員長、保安版単農業農村開発副大臣、グエンマインヒエン天然資源環境副大臣と会談し、洪水対策や日本企業の 海外インフラ事業参入について協議し、国連防災世界会議への出席を要請した。また、海岸に先立ち、フン・ディエンダムや日本の ODA によって建設された、ハイワントンネルとニャッタン橋を視察した。8月19日には、ドアティエン・フエ省防災担当副局長の訪問を受け、洪水対策について意見交換を行った。7月2日、トルコを訪問し、 フワット・オクタイ首相府災害緊急事態対策庁長官とムハマド・バルタ環境都市副大臣と会談。建築物の耐震化や災害管理システムの構築などの防災協働について協議した。ありがとうございます。